普通には買えなくて、うん、ジャイアントカプリコの生ハムメロン風です。みんなごきげんよう。立石学院長のひろくんと、ハロー1年3組くれちゃんだよ。じゃじゃん、見てください。これこれこれはジャイアントカプリコの生ハムメロン風です。すごい高級。これはなんとね、普通には買えなくて、うん、あのゲームセンターとかで景品としてなんかそうなんだ、置いてあるみたいなんだけど、そう、それを今日はね、くれちゃんと一緒にね、食べてみたいと思います。本物のさ、生ハムメロン食べたことある？くれちゃんはない。ひろくんもない。でもなんかメロンと生ハムの味がすればいいんだよね。そうだね、別々には食べたことあるもん。あるよね、うん、ひろくんもそれはある。じゃあ大丈夫。じゃあ大丈夫。任せて。はい、開けていきましょうか。開けていきましょう、ね、ひろくんさ、これが本当に苦手なんだよね。押せばいいんだな、ベッて。ベッて。ベッて押さえない。あ、ほんとだ。あ、これ見て、怒られるやつだ。やった、ヒロ大丈夫、食べちゃえば、捨てればいいんだが。こんな風になってますね。すごい可愛い。あ、なんか生ハムは使用していませんって書いてある、うん、あ、そうなの、うん、ちょっと残念だね。はい、はい、こんな感じです。イエーイ、パーティーだね、なんか。パーティーだね。ね、もう匂いはメロンだね。だね、メロン、メロン。生ハムは感じないね、うん。生ハムは今のところいらっしゃらない。いらっしゃらない。うん、じゃあもうね、早速食べていきましょう。うん、はい、いただきます。はい、いただきます。メロンだね。メロンだね。この多分点々のところが生ハム。うん、点々のこう、あ、ちょっとね、ほのかに塩の味がするこの。生ハム風味のクランチのところから、うん、ほんとだ、食べた瞬間ちょっとしょっぱいかもっていうのがあるんだけど、あとはすべてメロンの甘みに発揮されていきます、ね、だからアクセントだね。そうそうそう、いいアクセントをだこれが出してるんだね、うん、あれと一緒だ。塩スイーツ、塩なんちゃらとね、うん、塩チョコレートとか塩スイーツ塩スイーツ、なんか多分このメロンのチョコレートだけだったらなんか若干くどいかも、ね、うん、なんかそこに表面だけちょっとしょっぱさがあることによって、このカプリコ全体のバランスが取れてるということですね。美味しいね。うん、美味しいよ。もう生ハム風味のクランチのつぶつぶが、うん、もう表面だけじゃなくて、うん、ね、コーンとの間にもぎっしり入ってる。あんま綺麗じゃない。ほら。でもこの塊があるところ、ちょっとしょっぱいね。うん、ちょっとしょっぱい。これを手に入れるにはさ、ゲームセンターでさ、うん、そのね、UFO キャッチャーとかいろいろあるでしょ、うん、そういうので取らないと食べれないでしょ、うん、これ。うんの。ヒロ君は UFO キャッチャー取ったことないですか？うん。じゃあもう一生食べれなかったね。今日はね、クレちゃんと一緒にね、このジャイアントカプリコ生ハムメロン味風をね、食べてみました、はい、ぜひね、みんなもね、頑張って UFO キャッチャーとかね、ゲームセンターでもう本当取ってね、食べてみてください、はい、チャンネル登録してね。